その芝を管理してるおじさんが、太一君、そのサッカーもいいけど、うん、うちの芝を見てくれ。スポーツやれない環境になってきてしまう可能性もあるわけですよね。町の良さ、その県の良さっていうものを見てもらうチャンスだと思います、うん、大変な時代になってきてるので、本当に考えていかなければいけないの、この環境の問題は。僕らの責任として受け継がなきゃいけないんだなっていうことをすごく感じていて、それではまず、第2部の登壇者をお呼び出します。株式会社 TOKIO 副社長国分太一様、どうぞお入りください。お願いします。お願いします。はいはいはい、はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。お願いします。続きまして、日本サッカー協会参与北澤剛様、 J リーグ理事辻井貴之様、どうぞご登壇ください。パスなかったな。ここからの進行は、J リーグ理事の辻井貴之様に、お願いしたいと思います。辻井さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。今日国分さん、はい、北澤さん、本当にお忙しい中、お越しいただいてありがとうございます。そして すごい短い時間なんですが、はい、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。国分さん、ちょっとお聞きしたいのは、はい、本当にもう何度も何度も日本中いろんなところに足を運ばれて、はい、番組でもそうですし、うん、ご自身の活動でもそうなんですけど、うん、はい、地域に出ていって、それこそ今日のキーワードの地域と自然環境のこう関係みたいなところで、うん、はい、印象に残っていることとか、はい、なんかすごくこうインスパイアされたような経験とか、うん、出来事とかもしあれば、うん、少しお話しいただければと思います、はい、そうですね、幸せなことに、まあ、仕事を含めてですけども、僕は全国も3週目、4週目に入っている状態で、本当に全国の素晴らしい景色を見ていったり、地元の人たちにお話を伺ったりするんですけども、まあ、すごく印象に残っているのは、地元の人たちに素敵な景色ですねって言うと、大体の人たちが、うん、いやもう全然素敵じゃないよ、何にもない、ただそれだけ、うん、もう見飽きたしっていうような話をこうよく耳にしてたんですけれども、うんうん、やっぱ僕らからこう都心から来た人間からすると、その景色というのはとても財産だと思うんですよね、うん、でこういう景色をいろんな人たちに見てもらうことが、多分自然を守るにつながったり、うん、そこの地域を活性化させるためにも、いろいろな町からその町に集まるっていうことが一つ必要なのかなと、うんうん、地元の人たちは慣れた景色をどうやってその素敵な景色に人を集めることができるか、うんうん、それは地元の人たちだけじゃなくて、遊びに行った人たちだったり第三者を入れることによってもっと魅力的なものになってくる、うんうん、でその景色が魅力的だなと思えば、地元の人たちはまたモチベーションも上がってきて、 その景色を守ろう、どうやったら人が来るんだろうっていうような形につながっていくのかなとは思いますね、うんうん、なるほど、すごい、はい、面白い話だなと思ったんですけど、うん、都会に住んでるととかくね、なかなかそういう自然との接点ってこう失いがちで、感覚もだんだんなくなっていくと思うんですけど、うん、はい、何かその J リーグとかサッカーとか58チーム、うん、ホームタウンっていうものと、その地域の方々が本来持ってる宝にこう気づくみたいな、うん、はい、なんかそういう活動とかアイデアとかあったりしますか？やっぱり J リーグの、すごい僕が見ていていいなと思うのは、地域密着型っていうところ、うん、それからアウェーのサポーターの皆さんがその町へ行って応援しに行くっていうところで言うと、アウェーのサポーターの皆さんがその町、そのスタジアムの近くに触れることができるチャンスだと思うんですよね、うんうん、そういうところでこの町の良さ、チームだけの良さではなく町の良さ、その県の良さっていうものを見てもらうチャンスだと思うんですよね、うん、そういうところがどん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 生かされていったり、アウェーのサポーターの人たちが今度はここへ行ってみよう、この自然を見てみようとか、うんうんうん、前日から泊まるのであればホテルに泊まるのではなく、スタジアム近くにキャンプ場があって、そのキャンプ場で自然をまず体験してからいい、ね、サッカーを見に行くとか、うんうん、そういう部分もあってもいいのかなと思います。ぜひなんかそれ全国の、ね、自治体の方といろいろご一緒して力を貸していただきたいというふうに思うほどの、そういうお仕事もできるようになりましたので、本当に一旦じゃあちょっと今度は北澤さんの方に、はい、で国分さん国内すごく回られてるんですけど、北澤さんは代表でもそうですし、その後 JICA のオフィシャルサポーターっていう形で、まあ、いろんな海外にも行かれていて、その中でなんかこう環境との関わりの中で何か北澤さん自身にこう気づきになったこととか学びになったような出来事とか、そういうのって何か思い出すことってありますか？その地元の人がやっぱ気づかないっていう話ありましたけど、うんうん、
海外だと逆にそれをプライドにしているところがありますよね、まあ、それが自分たちの誇りだみたいな形で、まあ、よくこう自分たちの個性を分かっているなという感じはしているので、そこはたとえ途上国であったとしてもその環境の良さだったりとかがあるんだったらそっちの方がいいんじゃないかという主張みたいのはすごくこう強くされてくるので、外部から来ないと分からないではなくて、やっぱ内部の人間が自分たちの良さに気づいてくるということはとても大事な、あの世界が広がってるなって感じしましたけどもね。そこになんかこうフットボールが理由で訪れてそういうコミュニケーションが生まれるっていうのもすごいなっていうふうに思ったりするんですけど、もう一つその今日やっぱりスポーツっていうことでいくと、で僕たちの在り方自身も自分だけがこう幸せになればいいとか、先ほど環境大臣もおっしゃってましたけど、そういうことをやればやるほど CO2 は出るんだと、でみんなのことを考えていくとそれはどんどんみんなにとって良くなっていくっていう話の中で、なんかこうスポーツの持ってるそもそもの力とか、その対戦相手との関係とかの中で何か考えていることというか、サッカーにおいてはそのリスペクト相手をしていくっていうのが非常にあって、まあ、もちろん対戦相手ではあるんだけども、それが対戦相手っていう範囲だけではなくて、やっぱそれが人物以上にやっぱり環境っていう部分までもやっぱリスペクトっていうイメージを持ちながらやっぱりプレイヤーがしていくことになると、やっぱサポーターたちもそれは感じていくことになるのかなっていうのは、なんか話を聞いててなんか想像ができましたけどね。それすごい素晴らしい話ですよね、本当。やっぱそのトップのレベルになればなるほど、やっぱりスタジアムがあって相手の選手もいてサポーターもいてもちろん審判の方もいて成り立つんだっていうような意識がやっぱりこう強いくなる場面があるんですか、その試合中に。まあ、そもそもそういうことをやっぱ将来的に考えていかないと、やっぱスポーツやれない環境になってきてしまう可能性もあるわけですよね。これだけ夏場やっぱり暑くなってきたら、やっぱり夏場でサッカーやるっていうのは非常に気持ちがいいものかもしれないけど、もう気持ちがどうっていうのを超えてしまうレベルにあると思うので、こういった環境の中で小学生が真夏にこう太陽を浴びながらサッカーがやれなくなってしまうのはちょっと残念かなって、まあ、ある意味機械ロスを生んでしまうのかなっていうのは感じますよね。そういう自然をやっぱりこうなくしていくと、フットボールの土台がもう揺らいでしまうみたいな状況の中で、何かこう、まあ、今もお話しいただいたことにも重なると思うんですけど、まあ、Gリーグっていうその各チームっていうこととそのプラットフォームとしての Gリーグっていうことがあると思うんですけど、そこの可能性とか何か期待したいことっていうのを、もし小宮さん同じ質問をお二人に投げかけたいんですけれども。そうですね、またちょっと話変わるかもしれないですけど、僕が、スポーツのキャスターをやらせてもらっているときに、本当にいろいろなスタジアムに遊びに行かせてもらって取材させてもらったんですけども、すごく印象に残っているのがもう10年以上前ですけれども、日本平清水エスパルスさんの取材に行ったときに、ちょっといろいろとせっかく来たスタジアムの周り歩きたいなと思って見てたら、その芝を管理しているおじさんが、太一君、そのサッカーもいいけど、うちの芝を見てくれっていうようなことをすごく言ってきてくれたんですよ。で、僕らもその時はそういう農業だったりいろいろとテレビで自然と向き合っているっていうのを見てくれたから、ちょっと声をかけてくれたのかなと思ったんですけども、もう僕らがこれだけ綺麗に芝を手入れすると本当に選手たちが素晴らしいパフォーマンスを見せてくれるんだよって、そこにその芝を管理するということのプライドと誇りと自慢っていう部分ができる、そのおじさんが僕はすごいかっこいいなと思ったんですよね。で、当たり前にできるサッカーではなく、それを準備する人がいて、でその準備する相手が芝という、芝も自分で手入れはするけれども、自然に生えてくるものをコントロールするってむちゃくちゃ難しいことだと思うんですよ。雨が降ればどうやって水を逃がすかとか、そういうことをやっている方がいるからこそ、サッカーが楽しく見れる。サポーターの皆さんも僕らもそうですけれども、サッカーだけではない部分も見てくると、それが今度は環境にもつながってくるのかもしれない、気づきになっていって、自分たちがやらなきゃいけないことはこの芝を守ることなんだとか、それはどういうことなのかってことを一人一人が考えていって見つけられるのかな、気候が変わっても芝だって維持できなくなるかもしれないですもんね、ありがとうございます。北さんどうですか。まあ、これだけクラブ数が増えて、まあ、会場があって、これから環境問題に対してどうやってクラブが J リーグがどういう方向に進もうかっていう矢印さえ与えてくれると、サポーターたちもそれに対してそうだよねっていうふうに乗っかっていく形がこのスポーツの中で取れていけるのかなって。なるほど。でサッカー見に行くだけではなくて、そのことも気づかせてくれる場所だったりとかすると、やっぱすごいお得な場所になってくると思うんですよね。まあ、その全体のこう行く方向を
こっちだっていうのをこう示していくっていうか、まあ、そういうことがやっぱ J リーグ求められるというか組織として今日のこの時点がそうかなっていうふうに思いますよね。少し今度は目線をサポーターさんというか、まあ、そういう方たちに向けて何かこうメッセージというか国分さんからその J リーグの可能性こういうことがあるんでこんな風にぜひ関わってもらえたらいいんじゃないかみたいな、ちょっと北澤さんそういう話していただいたんですけど、正直僕も勉強不足でこう J リーグと環境省の方たちがこういう連携して提供するっていうようなことをやってるというのは初めて知ったんですけども、やはりこういうことをいろいろな人たちに知ってもらうことでサポーターの皆さんの意識も変わってくるのかなと。やっぱここ最近やっぱ SDGs っていうワードがとても前に出てくるようになってはいると思うんですけども、先ほど北澤さんからもお話聞きましたけども、やっぱり大学生とか高校生、中学生、小学生まで部活の中でもSDGs 部っていうのがあるって聞いていて、実は僕の年齢とかが一番疎いんじゃないかなとか、でサポーターの皆さんの中には僕と同じぐらいの年齢の方もいっぱいいると思うので、どこでも耳にする、テレビ見ていてもそういう SDGs ってワードがある、スタジアムに行けばこういった環境問題に取り組んでますというような言葉を聞くということで意識ってどんどん変わっていくのかな。結果はすぐ出ないかもしれないけれども、慌てずに一つ一つ自分のやれることを皆さんが探せるチャンスというか、やはり J リーグというのは人が集まる場所なので、集まる場所でただサッカーの勝ち負けではだけではないものを知って帰れるってなることが一人一人なんか意識が変わってくるのかなって、ね、でも本当そうですよね。58チームが全部優勝するって、まあ、3部にしても3チームしか優勝できない中で、それ以外のところもちろん優勝は当然大事だと思いますし、フットボールの質って一番重要だと思うんですけど、それ以外のところっていうのも本当に大事になってきますもんね。北田さんもいつもそういうことを、ね、なんかおっしゃってるじゃないですか。勝ち負けだけじゃないところにいろんな価値がスポーツにあるっていう中で、何かそのサポーターの方へのメッセージというかあったりしますか。いや個人的な問題なんですけど、冷房が壊れて、いや早く直せないですよね。いや早く直せないとなんですけど、まあ、本当なんでしょう、冷房なければ生きていけないような夏になってきたなって。本当に僕はどっちかというと選手の時も冷房をつかなかったんですよ。夏場でもやっぱコンディション崩さないようにっていうのと、暑さに慣れるためにっていうのになってきたんですけど、まあ本当身近にこう生きていく中で大変な時代になってきているので、本当に考えていかなければいけないの、この環境の問題はって思いますけども、まあ当時 J リーグ93年始まった時にはこんな話はすることもなかったです。それがやっぱり100年構想っていう中でやっぱ進む中で、やっぱ時代とともに生きてるなっていうのはすごく思いますね。まあ、それは今回環境省さんとこうコラボしていくっていうところもそうでしょうし、それだけではなくて明治安田生命さんだったりとか、いろんなパートナーの人たちがやっぱり問題をどう解決していこうか、それを誰と一緒にやっていこうかっていう話の中から、こういうポジティブな部分がやっぱ生まれてくるっていうのは、やっぱ人と融合していくとこういった前向きな話や結果にこうつながっていくんだろうなっていうのはすごくなんか感じるので、で若い人たちがついてくることを考えると、今すぐ結果出ることってないと思うんですよ、この話って。ですね。けどやっぱ10年後20年後必ず若い世代がそういった勉強をしながら社会に向き合っていくことを、人たちが増えていくことを考えていくと、間違いなくこのスタートが素晴らしいゴールを生み出すのかなっていうのは感じますけどね。はい、残りもだんだん時間がなくなってきたんですけど、ここまでお話しして、なんか言い残したこととか、お互いに聞いてみたいこととかもしあれば。たまに東京駅で遭遇したりとかするんですよそう、地方がやっぱりお互いあるので、東京駅でもう閉店間際のお弁当屋さんで北澤さん並んでる後ろに並んだことありますし、ね、そうですけど、やっぱ ダッシュ村のことがやっぱ気になって見てて、やっぱ実際にやっぱ実学でね、学んできてるところがあるし、社会に向けての発信力っていうのは、本当にかなりなんかこう世の中が問題視するよりも前にターゲットを絞ったなっていうところが、僕ら本当に幸せなことにそういう経験をさせてもらっていて、CD デビューして喜んでもらおうと思っていたことから、今度は福島のじいちゃんばあちゃんから生きるためのその知恵っていうものをたくさん教えてもらっていて、
でその生きる知恵を受け継いだっていうことは今度は次の世代に僕らの責任として受け継がなきゃいけないんだなっていうことをすごく感じていて、その一つとしてそういうフィールド作りをやりながら、みんなで失敗しながら笑ってその5年後10年後につなげていこうねっていうようなことを考えているので、本当に幸せですね。そういう部分で出会えたっていうのは。国分さん、なんか北澤さんに聞きたいこととか最後あったりしますか？いや、北澤さんはエアコンいつ直すんですか？大事ですね。いや、もう扇風機使ってますよ。本当に聞きたいことは、政治バンドじゃないですよね。いや、サッカー少年であって、はい、プロサッカー選手になるという夢があったじゃないですか、引退を迎えた時に次のステージって、今こうやって障害者サッカーのを中心にやったり活動したりとか、そういうところっていうのは見えていたんですか？けど、まあ、サッカー先進国って言われてるところはもう当たり前のように誰もがサッカーをやれる環境っていうのが、限られた人間たちがやるものがスポーツという考え方ではない国がやっぱりイングランドとかやっぱり多かったので、まあ、こういう国がワールドカップで優勝できるんだろうなっていうふうに思ったし、すごい面白い。貧困であってもなんか夢を与えてくれるのがサッカーであるのが、そういった選手いるじゃないですか、這い上がってきて、世界一になってとか、もしかするとね、今回こういう環境問題をねちゃんと向き合っていく国が優勝に近づいていくことだったりとか、ですよ、ね、気候変動ってやっぱり脆弱な地域とか、まあ、障害者の人もそうですけど、やっぱり弱者から影響を受けてくるじゃないですか、お金持っていいところに住んでる人はそれこそエアコンもすぐ買えるし、買えない人たちが影響を受けるみたいなことあるので、そういう人たちを全部インクルージョンでこう含めてみんながサッカーできる環境になれば、それはポテンシャルも上がるだろうなって思ったりもちょっとしました。はい、ありがとうございます。最後に本当に簡単に一言ずつ感想を。ではこういったあのコラボの機会に、はい、あの参加させていただいて、あの非常に僕の中ではあのインパクトもありますし、タイミングよくエアコンも壊れていて、ここ1週間この環境問題を考えさせられたタイミングだったので、ただ J リーグが皆さんと共に進めてきていることには間違いはないし、で皆さんに提案していくこと、矢印を提案していくことっていうことにも間違いはないと思うので、一緒になっては読んでくれると、そうだったよねっていうことにつながっていくんではないかなというふうには思っております。ありがとうございます。ぜひ引き続きよろしくお願いします。国分さんも一言。そうですね、あの93年に J リーグが、開幕しまして、 TOKIO は94年デビューなんですけども、なんかすごい近しいものを感じていますし、シンプルに僕はサッカーが大好きで、J リーグが大好きで応援しに行ったり、取材することもできたりしてますけれども、また新たな角度から、まあ環境問題と J リーグとかいう形でこうやって今イベントに参加させてもらっていることを本当に幸せに感じています。ありがとうございます。ありがとうございます。で最後に、あの大変ご多忙なんかが最後まで、あの聞いてくださった大臣にも第2部を聞いてくださったご感想を何かいただければというふうに思います。J リーグがこれからさらにこの地域に根ざして、そしてさらにその地域の魅力を高めていただくということは、日本全体にとっても山がすごい高くなると思うんですよね。あの昔からね、あのいわゆる都会とそれからそうじゃないところ、地方っていうのかな、その違いって3つあると言われてたんですよね、あの教育と医療と仕事、で教育は大体全部同じレベルになってきてるんですよ、で医療もまあまあ大体行き渡ってきてるんですよ。だから昔から仕事は都会にあって田舎にないって言われてたんです。ところがほら、コロナでテレワークができてきて、そしたらやっぱりその地域の魅力、あるいは地域のその強さ大事になってきてるんですね。だからそういう意味で、あの今58チームという中でやっぱり多分もっと増えるような気もするけれど、でそれがやっぱり地域の強さにその J リーグがすごくやっぱり関わってて、それでやっぱりみんなの気持ちを元気にしてくれるということで、今日はその地域の問題、すごくやっぱり J リーグとさらにこれからそれに根ざした格好で我々環境問題もやっていきたいなというふうに思います。それからクーラーの話いや、やっぱりそれね、やっぱり暑くなってるんですよ ね、 ってますね、絶対なってる。だからそういう意味で私もさらにこれは頑張らないかなと、でこれはね、日本だけでできる話じゃないんですよね、でやっぱり環境問題に国境なしって言い方私してますけど、やっぱりいろんな国と心合わせしてやらなきゃいけないもんですから、だからやっぱりそこの意味で、まあ、みんなあの地域のことを一生懸命やっていただくと同時に、我々あの国またいで国境を越えてその
気候の問題、地球温暖化の問題、これも早急に片付けたなきゃいかん。ただおっしゃる通りね、早急にといっても明日すぐ片付くもんじゃないんだけど、まあ、千里の道も一歩からですからね、うん、今始めないと千里の道行けないもんだから、うん、やっぱりここはあの我々、まあ、政治に携わる者も先を相当先を見越していろいろとやっていかないかなというふうに思いました。いや今日本当にあのいろいろ J リーグと一緒にこれからもさらにコラボさせてもらって、でそのことがあのみんなの幸せにつながるっていうことを私はもう今日確信させてもらいました。あのこれからもよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは短い時間ではあったんですけれども、改めて国分さん、北澤さん、本当に今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。終わりたいと思います。ありがとうございました。